いやーサイエン台湾つづです。リミです。今日ですね、日本からの女の子友達が来ます。もしかして花ちゃん。そう、花ちゃん、花ちゃん。だから今日は一緒に動画撮りたいと思います。やったーやったー、楽しい。花子ちゃんも会社に着きました。あ、もう着いた？そう、着いた、着いた。こちらです。見て。あ、ほんまや、もう着いた。あー、そうそうそう、なんか写真を撮ってるかなと思って。3、2、1、花ちゃん。はい、どうも、花子です。花ちゃん、今日も綺麗ですね。ツヤツヤしてるんじゃん、髪の毛。綺麗、うん、ありがとう。今日は期限悪いんですか、うん、成立。そうよ、うちの神社じゃないか。どうして今日はこう、あんたでしょ、ズズが、はい、私の企画です。予想してきてって言ったから。そう、全部ズズの服ですよ、これ。ズズ、ね、全部ズズの服、ね、そうそうそう。意外と、うん、後ろから見ると全然わかんないよ。本当か、わかれないんです。だから今日はモニタリング。最初はターゲットはうちのスタッフ、さらにマジの人ということ。今日の企画は、女装したらバレるのか検証してみよう。今ですね、いい男性探しました。あ、誰ですか。高校のヒヤン君。あ、ヒヤン君が。そう、紹介するんですか。はい、こちらはヒヤンです。あ、ヒヤンです。本当に可愛い女の子で、台湾人の彼氏が欲しいです、はいはい、だからちょっと紹介してあげようかな。でも前回の高校の時、僕もリンリンちゃんの。あ、こちらです。あ、そう、はい、花ちゃん、タイプの人を連れてきましたよ。あらちょっと大学、あんたちょっといい男じゃない。後ろから見るとバレるかな。バレない、全然。なんか素敵な女性はそっちに座ってて、なんか本当に会いたいなと思って。よし、行くわよ、あんた。え、ついてきなさい。お幸せに。どこに。お幸せに。え、こっちよ。あっ、私たちはなんか、はい、新しいインターン生がいます。で、日本から来ました、うんうん、はい、せっか高い男性が欲しい。で、僕です。ちょっといいですか。大丈夫です。で、好きなタイプはどんな感じですか。笑顔の素敵な優しい方が。あ、めちゃ笑顔が、そう、そう、綺麗です。じゃあ一緒に行っていいですか。はい、はい、お願いします。可愛い系かな、可愛い系。超楽しみ。そう、なるほど。はい、花ちゃんです。うん、花さん。花ちゃん。花さん。大気の人を連れて行きました。あら、なんかめっちゃ大変。あら、あら、どうしよう、落ちちゃった。ちょっとまたいい男来たんだけど。ちょっと。ちょっと。何この会社、イケメンだらけなんですか。おー、いいですよね。いやー、すごいびっくりですね。こんなになんか素敵なね、女性。いや、骨骨。あ、骨。わかりましたよね、多分。わかるわかる、全然わかる。ガタイですよ、ガタイ、ガタイ。ほらー、ガタイがもう男なんだよ。あ、でもなんか髪とかすごい綺麗。あ、本当ですか。あとなんかカーディがすごくなんか素敵な。外宮。外宮。どの辺で気づきました。振り向くまでわかんなかったです。あ、なるほど。なんか体が大きいなと思って。でもね、ここに一人でいる時間がもう地獄なのよ。なんかこうめっちゃ人来んので、みんななんかこうこうあれ、こんな YouTuber いたかみたいな。こう見るとほら、リンリンとさ立っててもさ、ごついよね俺。え、でもお尻つかだ全然ですよね。うん、大丈夫、本当に大丈夫。ちょっと太い女性。誰が太い女性だ、あんた。自分が細いから。違う違う。日本人ですよね。はい、日本人。めちゃイケメンですよね。そう、めちゃイケメンです。はい、で、好きな女の子はタイプがありますか。すごい一生懸命頑張ってる。あ、ちょうどちょうどそう、本当に。うん、それが一番大事かな。うん、多分合うかもしれない。そうです。じゃあ、こちらどうぞ。こちら、多分
めっちゃタイプと思います、はい、のちゃんちょっとマサトさん連れてきましたよ。売れたら黙るから。こんにちは。こんにちは。ちょっとそんな怖がらないで。すいません、ちょっとすごい今緊張してます。私も実は緊張してるんで、こう見えて。売れたら黙るから。どう、驚いた？すごいびっくりしました。あ、本当ですか。はい、でもお綺麗です。でも高くて。ちょっと待って、これお世辞じゃない。売れたら黙るから。え、これ気づきました？全然気づきません。本当ですか？若干ガタイがあったものの、ですよね、普通に、え、びっくりした。あ、本当ですか？あら、ここが若干すごい、あ、たくましいな。あ、そうですよね。やっぱ肩なのよ。あ、肩です、ね、肩がちょっと怪しい。ちょっと残念な気持ち。好きな女の子はタイプがありますか？すごい一生懸命頑張ってる、それが一番大事かな。いいのよ全然。私 OK よ。これ外行けるんじゃないですか？ちょっと自信出てきた俺。行きましょう。外に出ました。本当に恥ずかしいわ。そう、あ、これは用意したハンカチ。これは落ちたふりして。あー、なるほどね。拾ってもらえばいい。そうで、その一瞬間こうやってありがとう、うん、シュンシュン。なるほど、低い声出せばいいのね。そう、いいですか？はい、じゃあ作戦始めましょう。よーし、オジェって言われたね、女性だと思われて。ちょっともう一回いきます。次、男性タイミングがちょっと難しい。待って、誰もハンカチ拾わないわね。なんか違う方法がいいかしらね。なるほど、道を聞くみたい。2名ファーシェン、惜しい、ジュンちゃん、惜しい、何シェン。あ、メイオファーシェン。おぉ、メイオポージャーダシホー、ザイ、ファーシェン、惜しい、何シェン。おぉ、メイオペアリアンマ。ペアリアンマ。ちょっとびっくりしてたね。で、なんか台湾はなんて言うんだろう、そういう寛容的な場所だから、なんかそんなにびっくりされないね。そうです、うん、終わりました。ちょっとこのペースがあんまり良くないよ。なんか文句あんの？全然誰も驚かないじゃない。そうですね、うん、魅力はないかな。ちょっとブスだったかもしれない。一番良かったのは、そうですよね。ああ、そうだね。やっぱね、この会社の人がね、リアクションが良すぎるね。いや、どうですか？満足です。綺麗だったんですよ。本当ですか？私、面白いと思いますよ。みんな面白かったですか？そう、もしよかったらまた別のモニタリングを撮りたいと思います。見たい。恥ずかしかった。親も見てるよ。あ、そうだよ。お父さん、お母さん、お父さん、お母さん、ごめんなさい、いつも見てます。これ僕の仕事なんで。本当にありがとうございます。視聴者の皆さん、チュンちゃんのために本当にグッドボタンを押してお願いします。お願いします。そう、帰省だよ、帰省と。もしよかったらぜひコメントしてください。というわけで、今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバーイ。この動画好きなら高評価登録して、グッドボタン押してください。それから私たちのツイッターもあるよ、フォローしてお願いします。下リンクがあります。それじゃ。
バイバイ。バイバイ。